ワンダフルフォーミュラ、ちゃんちゃんキャラクター紹介、キャラクターモデル、セバスチャン・ベッテル。史上最年少でワンダフルフォーミュラにデビュー、優勝したマンチカン F1 子、身長、体重ともに歴代最小。スノーホワイト学園初等部、中等部を素晴らしい成績を収め、わずか4年で高等部まで飛び級で進学。そのため精神的にはまだ幼く、泣き虫。雨の富士スピードウェイ、2位走行中のちゃんちゃん。セーフティーカーランの最中、視界が悪く、一瞬の油断から前を走っていたチームメイトに衝突、2台揃ってリタイア。せっかくの優勝のチャンスを台無しにした自分にも、チームメイトにも、学園にも、ファンにも申し訳ない気持ちでいっぱいになり、ガレージの隅で泣くちゃんちゃん。一晩中泣き止まないちゃんちゃんを見たスノーホワイト学園校長バウザーが、翌日レースが終わったサーキットにちゃんちゃんを連れて行き、観客席のゴミ拾いを一緒にやろうと促す。泣きながらゴミ拾いをするちゃんちゃん。次第に涙が引き、精神が落ち着き、以降レース後のゴミ拾いがルーティーンとなり、観客席に残るゴミの軽減化に大いに貢献した。ちゃんちゃんのチームメイトはスノーホワイト学園エース F1 子のミキ。ちゃんちゃんはミキが大好きで、心からリスペクトしている。ミキから様々なことを学ぼうと、いつもミキにべったり。プライベートでも一緒にバドミントンをして遊んでいる。またエンジニアの目を盗んで、はあ、ミキさんまたアイス食べてる。バウザー校長に怒られるよ。でもちゃんちゃんも特製のチョコチップかけて一緒に食べよう。次回はナイルトン朗読劇。